ここんんんちちゃんです今日はですね、あの、皆様にお願いがあって、はい、えー、動画を上げさせていただきます。あの、この度ですね、はい、えっ、ー、と、まあ、あ立平さんのですね、あの、赤笛とかを、えっ、ー、と、吹かれているですね、吹かれている、この、えー、夢を追う男、安倍正達さん。はい、あの、私も全然、その、 知らなかったんんですけどなんか南極南極えっと南極点に南極点に,、えっとはい、南極点に日本人初ルートはい南極点に日本人初ルートつまりあの多分南極点にの行き方がいくらかあるんですけどそれでこの日本人の初ルート日本人はまだその通ったことが なかったルートで南極点に到達した男阿部正辰さんでこの阿部正辰さんの何がもう何がすごいかっていうともうもうすごいんですよ本当にあ,あのー、この前立平さんのパーティーでねあの初めてお会いしたんですけどもうとにかくもう夢に向き合ってもうまっすぐ、うん、もうまっすぐもう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 ,もうめっちゃ熱い男でイケメンで ああの腹筋バッキバキに分かれてて、ワ、は、ン、い、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、シックスパックですよ、シックスパックです、あの腹筋 6LDK 回みたいなね、ああの腹筋の,あのすごい方なんですけど、あの何よりも、何よりも私があのびっくりしたのが、南極点で、こまあ、多分こう同じタイプだと思うんですけど、立兵さんの赤笛を。 出ましたで、実際その、あの、なんかニュース動画とかで見られるとあると思うんですけど、安倍正さん、城上結構かさばるじゃないですか。リュック入れても。で、あの、しかも南極めっちゃ、めっちゃ怖いじゃないですか。なんかマイナス40度とか、歩き続けなきゃいけないらしくて。で、まあ、あの、もうこれ入れるなら、これ入れるなら、 多分、なんだろう、なんか食料入れといたね。あの、まあまあ、この、のぶえ入れるんだったら普通、僕、まあ、めちゃくちゃしのぶえ好きなんですけど、やっぱしのぶえ入れる、このスペースがあれば、なんか、カロリーメイトとか入れます。<laughs> 怖いですからね。ほんと命がけ、やと思うんで。で、あーの、まあまあ、その、そのすごい、変化なんですよ。んで、忍ぶえ入れちゃって、で、しのぶえを、こう、南極点で、 ね、吹いちゃうような、あの、もう熱い熱い熱い、あの、安倍、正達さんなんですけど、<laughs> あの、その安倍正達さんがですねこう、みんな僕に元気を分けてくれとね逆でしょ <laughs> 僕も安倍正達さんにものすごい元気もらいました。ものすごいパワフルな方で、だからあの、まあ、僕が、その元気めちゃくちゃ分けてもらってるんですけど、その、 15年かけた最後のラスボス。人類未踏し知らせルートでの南極暴言実現。はい。あの、いや、いや、ね、ほんま命がけの挑戦するらしいです。つまり、今まで人類が通ったことのない道で南極点に行って、 人類が通ったことない道ですから、あの、もう、世界中の取材がバンバン来ますよ。そら、世界の、もう、世界の、もう、うわ、すげえみたいな。日本人すげえっていう中で忍び吹ってくれるんです。はい。いや、これはめちゃくちゃ暑くないですかめちゃめちゃ暑いでしょ。はい。めちゃくちゃ暑いです。ね。もう、ほ、ええー、って思うぐらい、 熱いと思います。めって思もぐらい熱いと思います。んで、それの、まあまあ、まあ言ったら、<laughs> いやらしい話。お金かかりますよ。まあ、正直な話、ねあのヘリコプター、ヘリコプターで、その、その知らせルートを通るために、最初降りるところ、降りるところだけでも1億かかるらしいです。うーん。ですから、 この、その1億円の中の1000万円を、このクラウドファイ、クラウドファンディングを立ち上げたから、まあ、これでちょっともう皆さんにご協力してほしいと、はい、いうことで、えっとね、僕、本当に、自分が、あの、いろいろ紹介してますけど、 <laughs> 何かこう、お金とかも,もらってるわけじゃなくて僕は本当にいいものをまあなんか皆さんに紹介したいなっていうのをこう思ってるんであ,ーあのなんだろうなこの阿部賀貞さんの南極点で忍ぶえを吹くっていう企画いやまあ, <laughs> あのこれが多分メインじゃないですよその忍ぶえをやっててこの忍ぶえをなんか吹かれてるらしいんですけどこれが阿部貞さん的にはメインじゃない当然。 えー、人類初とか日本人初のルートで行くっていうのが大目的なんですけどもう僕の中で人類初で忍びえ吹いてくれるんっていうもう同じ忍びえ吹きとして <laughs> いやもうマジかよみたいなねあの、やっぱりそのすごい気持ちはありますほんとにでなんだろうこのまあ、これあの漆で塗ってるらしいんですけど漆加工なんですよリペイさんの漆ってほんとすごいなって日本の楽器ってなん 南極点でも作動するんやとね。南極点でもなるんやっていうね。まあその感動もあって、これちょっと応援したいなって思うんで。でまあまあ私でね、まあ応援できることよりも、あの、もしこの動画をね、あの、見られてる皆さんが、もし一人一人がもしツイッターとかされて、その、全然そのお金は出せない。 ねってあると思うんですよ。私もそんなもんねほぼほぼ出せないんであれなんですけど、あでもリツイートとかはできると思うんです。こう広めて、そうしたら、あなんかちょっと元気ないなって、元気ないなって。そうしたらた、例えば、もう安倍正拓さんをリツイートしたりフォローしたりすると、めっちゃ元気もらえるんですよ。あ、こんなに、こんなポジティブに、こんな夢を、こんな夢を追いかけてる人がいるんだと。しかも、あの、普通にね、 普通の夢じゃないですよ。これ、あの、まあ、本当に命がけなんで、命がけの夢ってやっぱりこうやっぱ応援したいなって、うん、やっぱ思うんですよね。同じ男として。まあ別にその、安倍正達さんが女性だとしても、同じ女性としてって私は言いますね。はい。お前別にその女性とか男性とかあんま関係ないんで、だからまあ,まあ安倍正達さんを男性なんだ同じ男としてって。 もしアベマンスターソンは女性として、いや、だったら、女性だったら、いや、一世、え、女性すげえなってなります。だから、どっちにしてもやまま人類としてすごいなって。人として、動物としてすごいなって思います、はい。で、クラウドファンディングって、皆さんご存知の方もいるように、結構ね、<laughs> リターンがすごいんです。リターンが。はい。 この支援っていうリターンがあるんですけど、ちょっとリターン呼んでいきますね、リターン。結構もうすでに集まってます。1、10、100、1000万、10, 100 100 10万、もう59万集まってる。えー、っとね、目標が1000万なんで、1000万に届かしましょう。なんとか、誰かに払ってもらいましょう。<laughs> 気温がいやでもいいと思うんですよねあのでねでねでねまあここにね阿部正沙さんのもうもうすごいすごいこう希望あふれるこう読むだけでめちゃめちゃ元気になっちゃうこと書いてるんでもしあれだと読むだけでも読んでくださいあかっこいいなって思いますねあのででまあまあ,あのいやらしいところ行きましょういやらしいところリターン <laughs> リターンが欲しいリターンが欲しいね 私なんてね、ちっちゃい人間ですから、リターンが欲しいんですよ。入ってたリターンの紹介リターンの紹介ですって言ってじゃあ行きましょうね。行きましょう。行きますよ。行きますよ。まず、5000円からです !5000 円から。一回、一回飲み放題我慢して。一回み飲み放題我慢して。はい。まぁ、あ、一回居酒屋行って飲み放題で、ウェイってするのを我慢する5000円。 ちょうど、アズールレイのクロスウェーブが6000、7000だったんで、アズールレイのクロスウェーブを我慢する5000円。ああ、5000円か。でも、この5000円。でん。旗に名前と報告書。すげえ。5000円からすごいないですか南極点で掲げる旗に名前記入と冒険報告書データ。 南極点に掲げる旗と、だから最後こうやって掲げてくれるらしいんですよ。旗を。南極点に自分の名前を持って行ってもらえる。すごくないですか南極点に自分の名前が載る。ちっちゃくてもいいです。南極点に自分の名前が乗るってすごいことでしょうすごいことだと思いますよ。しかも、えー、っと、旗って確かね。 なんかこんな感じです。うん。南極点に自分の名前が載るってすごいですよね。で、これ考え方やと思うんですよ。あ、あのー、例えば、自分の名前じゃなくてもいいんですよ、多分。この、あの、クラウドバンディングする名前を、自分の子供であるとか、 まあ自分の、例えば彼女さんであるとか、奥さんとか、彼氏さんであるとか、夫であるとか、おじいちゃんとか、おばあちゃんとかっていうね。まあ何かその願いを込めて、南極点に、の旗に名前掲げてほしい人の名前を入れといてプレゼント。プレゼントって考えたら5000円って結構安くないですかうん。まあもうプレゼントやったら5000円って安いですよね。 誕生日プレゼント、南極点の旗に、旗に名前入れることにしといたよ。わすごいでしょ。うんあ。わしの誕生日プレゼントは何かのとか。え、え、誕生日何くれるんって言った時に、あ、う、あ、ん、とりあえずこれ取って。これ取って。あ,ありがとうって言って。あと、人類、人類初の知らせルートで南極点行った時の、かか、ね、南極点到着した時の旗に君の名前乗るよ。 えー、僕の名前何曲っに乗るんですかみたいなね、形になるじゃないですか。はい。というわけで、なんと5000円で名前乗っかります。次です。1万円は、なんか5000円と多分変わらないんですけど、なんかこの、この5000円だったら多分なんかちょっと取られるんじゃないですかクラウドファンディングさんの方に。でも1万円だったらもうもう、もう全部いっちゃうらしいですね。安倍さんに。全部安倍さんの冒険の活力になるらしいです。 で、次に1万円だったら、なんか、冒険コラム。はい。冒険コラム。1200字を5回、なんかコラム書いて、その、こんなことをしました。今日こうだった。とかね、これで乗り切れたみたいなね、熱いのをくれるらしいです。2万円美味しいなぁ。2万円は2万円で美味しいですよ。冒険でつ、あの、 南極点で掲げる旗に名前記入と、うん。当然、旗には名前乗って、プラス、行った。スキー板ですね。スキー板に名前が乗ると。だから、こうですよ。安部さんがこうやって、こうしていくときに、ね、しんどいときに、スキー板が目に入ると。そのときに、あなたの、とかあなたの家族の、あなたの大切な人の、 お名前が目に入る。そしてこの名前を見ながら、安倍さんが頑張ろうって思う。多分頑張ろうって思うと同時に、しあこの人も幸せになってくれってに乗ってくれると思うんですやっぱりね人間の思いってほん半端ないと思うんで。うん。まあまあ、その、なや、ええんちゃいますかはい。あと、なん、は、2万円。旗プラス、お手紙来ます。すげえ。南米チリからお手紙来ます。 かっこいいな。次。あと同じ2万円ですね。旗のるんと、なんか、冒険の写真、来ます。A4 で。あと2万円だと、浅草行かれる方、いいと思いますね。浅草行かれる方。安倍正辰さんが、なんと、あのー、観光でね,ね、してくれます。<laughs> これこれやばーないですかこの5万円。達成後、南極点から電話します。やばいやばい南極点から電話かかってきますよ、これ5万円で。南極点から電話南極点から電話って凄ないですかプルルプルるえ、ない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 なあ、安部さん、あー、応援してます。え、どうしたんですかえ南極っすか今南極点っすか 南極点から電話ですかはあ <laughs> すごいですねみたいなね南極点から電話かってくるコースです南極点とあなたの写真を一緒に撮影しますちょっと何言ってるか分かんないですね <laughs> 手紙が届いてあっ <laughs> こ,これはやばいですよ多分なんか携帯かなんかですかねなんかあの 安倍さんに写真を送れるんですね。まあ、安倍さんの写真を送っといたら、その安倍さんが写真と南極点で、その写真を置いて、写真を撮ってくれる。うん。しかも旗にも名前載ってる。つまりですね、自分は南極行かないけど、自分の写真は南極行くんですよ。なかなか熱い企画ですね。これが5万円です。夢があるな。で、南極点でメッセージ送ってくれる動画、これ10万円ですね。メッセージすごいな。 なんかあの、空港行ける方ね、空港行ける方ね、なんか、がっつりメッセージサインくれるらしいです。<laughs> やばい !10 万円払ったら、ご自宅を訪問します。2時間。すごいな。一緒に食事をしながらお話し、ご自宅企業をね、訪問します。これ10万円らしいです。すごいな。 あとなんかジムトレーニング一緒にしてくれるらしいですね。はい。マッチョに、マッチョになりましょう。でなんか、あー。このね、このね、結婚式イベントって近々もし結婚される方は、この結婚式に安倍さんを呼べるっていうのは10万円で呼べるんだったら安いですね。なんか芸能人とか呼んだら30万いりますもんね。 20万円払ったら一泊二日で安倍さんと一緒になんか冒険行けるらしいです。人力車で。これは楽しい。人力車を引いてくれて、冒険の旅ですね。えっ、ー、と、講演会。30万円で講演会でだ,だから企業様向けですね。企業様向けですね。50万円やったら安倍さんがみっちり鍛えてくれるらしいです。3日間。で、なんか55万円で、なんかこう、企業広告南極点でできる。 なんか、あと、あとは企業様向けですね、ここから。はい。ということですね。ということですね。はい。もう皆さん、もしあれでしたら、あの、これをね、えっ、ー、と、これを、これを、ね。もし、あの皆さん、ね、大丈夫でしたら、応援してくださったらと思います。わかりましたはい。お金ないです。 金ないっすけどお前もしろよと。はい。えー、っと、じゃあ、ちょっと私ね、させていただきます。はい。えー、っと、5000円コースでいいですか ?5000 円コースでいいですか ?1000 万なんで、5000円コース。5000円コースで大丈夫ですか ?5000 円コースじゃ今からしますね。はい。じゃあ、まず、プロジェクト応援。えー、っと、Twitter で登録する。 ちょっと待ってくださいねパスワード入れてます。よし、ログイン。はい。えー、っと、私ね。 妻の名前入れよっかなって思いますので <laughs> 面白いでしょ妻の妻の名前だから妻でね名前でねえー、っと 妻の名前で行こうと思います、はい、今ね、やってます。ちょっと待ってくださいね。登録を完了します。はい。なんとね、あの、妻の名前が、妻の名前がね、妻の名前でね、行きます。あ、ちょっとこっから多分ね、その普通に、普通に、えっと、5000円の支援しようかなって思ってますんで、ちょっと普通にぐだぐだすると思うんで、もうここで、ね、動画ね、ああやったら、あの、終わってください。 もう今は本当にダラダラ。なことはこんなメニューね。今ツイッター e r でてきました。プロジェクトを応援してコレクターになると。どうしよっかな。とりあえず5000円でいっかよいしょ。5000円にしました。クレジットカードで5000円いきます。次へ。 ちょっとね、まあ見てください。今、クレジットの入力番号で、ね、ちょっとこれ見せられないよ <laughs> <laughs> これ、これ見せたらやばいやつですね。<laughs> ちょっと待ってくださいね。えっと、ちょっと待ってくださいよ。 あのこう,こういう、こういう、こういうこの謎の間の時にですね、やっぱりあの喋り続けられる方はすごいと思うんですよ、はい結局、まあ、なんか、あれですよね、なんか本当に、まあ、僕自身もね、なんか、まあ、なかなかね、へこむことがあったりしてね、ちょっと元気もらいたいなっていう気持ちもあるんですよ、本当に。 あ皆さんもあるでしょう。元気がないとき。てか、人間だから生きてたらね、やっぱり浮き沈みありますからね。まあめちゃめちゃ元気なときとね、全然元気じゃないときがね、あると思うんですけどね。やっぱりあの、そういうときにこう、やっぱり元気くれる、元気くれる人っていうのはね、すごい貴重ですよね。よいしょ。 えっと、てってん、てってん、はい、あの、一応、あの、たぶ、ね、んね、こんちゃんじゃなくて、ニックネームなおちゃん。<laughs> なおちゃんにしました。はい、えー、っと、メッセージ何かきますか皆さん、皆さんの思い。えー、っと、まあまあまあ言ったら、 えっともうそのままの気持ちが来ましょう。いつも応援してます。いつも、あ、応援っていうかね、いつも元気をもらってますと。元気をもらってますと。本当に。夢の実現。 頑張ってくださいはいはいこんな感じでねしましたルンルンルン投するできたできたぞできたぞ見てくださいね僕の僕のなんか場所東京になってますけどまいっかはいなおちゃんねなおちゃん <laughs> いきますか僕、私は妻の名前を載せたいんです。はい。妻の名前を載せたいんですよ。ね。妻の名前を載せたいなと思って。はい。ではですね、あの、まあまあ、ま、そんな感じでね、そんな感じではい、えー、っと、やってみました。はい。ということで,ですね、また、あの、概要欄にちょっと詳しいこと載せておきますね。はい。こちらでした。